はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの式の計算丸2をお送りします。で、前回から計算が始まって、まあ続きじゃないですけど、まあ一応今回連立方程式を2問ね、やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、一応問題としては、次の等式を満たす x ベクトルじゃない、ベクトル x とベクトル y、 これを a ベとベクトル a とベクトル b で表そうっていうことなんで、連立方程式を解いて x イコールほにゃらら、 y イコールほにゃらら、まあベクトルがつくけどね、を出せばいいと。で、前回もやったように、もうベクトルになってるんだけど普通に計算をできるっていう話をしたでしょ。だからここも普通に連立と同じです、今までやった通り。ただ途中でちょっと2つに分かれると思います、やり方が。なのでちょっと両方紹介しようとは思ってるんですけど、まず普通に解いていきましょう。で、こんな番号をつけなくていいんですが、ちょっと番書の関係で今回番号をつけます。まあ上が1で下が2だとするでしょ。で、まず x からこれね、こっち求めようと。で、なぜかっていうと y が揃ってるんで、これ上から下引けば、まあ、どっちから引いてもいいけど y 消えるじゃんか。だから、まあ今までと同じです。どっちかの文字を消したいからさ。だからこれ、まあ、1から2を引こうと。引くと、ここにマイナスがくっつくんで、まあ、これ最初だけ書こうか。2ベクトル x プラス y、ベクトル y とベクトル a。で、こっち下、引くなので、あ、いいか。普通に書くと、ベクトル x プラスベクトル y、ベクトル b でこう引くと。入ってるね。OKOK。で、引き算なので、まあ、足すに変えて全部の符号を変えましょうとかって。で、くっつけると、ここ2ベクトル x とマイナスベクトル x なので、ベクトル x が残ると。で、y が消えて、右辺がベクトル a マイナスベクトル b になります。で、これが答えなんです、結局。いい？ x はってちゃんとなってるからね。これ x の答えとなる。で、この後にやり方が2個分かれるんですけど、まあ今まで連立方程式やってきたら x は3とか出てくるじゃんか。で、その出てきたのをどっちかの式に代入して解くっていうのがセオリーなんですけど、それでもいいんです。これベクトル x 出てるから、特に下だったらね、ここにベクトル a マイナスベクトル b を入れて全部右辺に持ってってしまえばベクトル y イコールで出せるからさ、それでも構わないの。けれど自分がよく使うのは、もちろんそれもね、早いと思ったらやっちゃう。今回みたいにこれだったらやっちゃいますけど、例えば、今は一回ね、引き算をして y を消しに行ったと。で、これ一回ちょっとリセットしてしまって、じゃあ、今度 x を消したいなって考えるんです。この式から。で、x を消そうと思ったらどうするかっていうと、ここに2をつけて引き算すればいいじゃんか。だから、下の式2倍して引き算すればいいので、1から、ちょっとこの書き方でごめんね。2を、下の式を2倍したのを引けばいいと。で、今回もこれちょっと書いてみようか。で、まず上の式は普通なので、こうなって、で、下2倍するから、2ベクトル x、2ベクトル y、で、2ベクトル b か。で、引き算。で、引き算ながら足すに変えて全部の符号が変わりますと。で、足すと、ベクトル x 消えると。ここが、プラスベクトル y とマイナス2ベクトル y だから、マイナスベクトル y になります。で、こっちは、ベクトル a マイナス2ベクトル b となります。で、y がね、マイナスがくっついちゃってるんで、全部、両辺をマイナスで処理すると、全部の符号変わるんで、こうなりますって。でか、これが答えになります、今回の。これが x。こっちが y だね。俺がよく使うのはこっちです。ベクトルに関しては。ただ、さっきも言ったように、ベクトル x、まあどっちでもいいんだけど、先に出てきた方をどっちかの式に代入して解くっていうのは、特にこっちは早いね。多分これはこっちの方が遅くなるけど。
まあ好きな方使ってください。で、なんで俺がこれを押すかっていうのは、こっちの問題の時にこれの方が便利なのね、俺はね。じゃあ右の問題をいくと、ちょっとまた説明上ね、番号をつけます。で、今回係数両方揃ってないので、どうしようかな、ちょっと X から順番的に出したいので、ちょっと3で揃えようか。だから1から足すか、下の式を3倍するとここに3がくっつくんで、足し算で消えるね、今回ね。でやっていくと、まあ板書が入るので書こうか。ちょっとベクトルっていう言葉を飛ばしていい？ 2x プラス 3y イコール a プラス b と。で下3倍するから 3x 間違っちゃったマイナス 3y3a-3b と。で今度足し算だね、すると 5x でさ、 y が消えて 4a-2b と。でまず5が邪魔なので、合ってるよね、何かな、だからね、で5が邪魔なので両辺5で割るとベクトル x イコール5分の4ベクトル a マイナス、こっちも割れないので5分の2ベクトル b と、こうなります。これまず x の方の答えね、ベクトル x ので、自分のイメージなんですけど、このベクトルの連立方程式って割かし分数出てくるの、こういう感じで。で分数が出てきた時に代入で持っていくとちょっとめんどくさいのね、俺の個人的な意見。これは例えばどっちでもいいですけど、まあ下の方が簡単かな。ここに入れて右辺に持ってって、ここで通分してって、もちろんいいんだけどね、ちょっとめんどくせえなって思ったりするタイプなので、こっちを使ったりします俺は。だからもう一回これちょっとキャンセルしてしまって、今度はじゃあ x を消しに行こうと。だから下2倍すればいいね。なので1から今度引き算か、下の式を2倍して引き算すればいいと。でまた上の式はそのまんまだから、2x で 3y で a プラス b で、下2倍するから、まあ書く量はね確実にこっちが多いし時間もかかるんだけど、ケアレスミスは減るかなっていうふうに思ってんだけどね。で引き算だと。で足すに変えて符号を全部ちょっと見にくいところにね変えると、 x 消える、で y が5がなって、ここがマイナス a プラス 3b と。で5で処理したいから、待って、これ右側入ってないよねごめんよ本当に。前回同様、ちょっと B がギリ入んなかったのか。ちょっとこれじゃあ場所変えようか。これで入ってるかな、ごめんね。よし、で最後ね5で割るとマイナス5分の1ベクトル A プラス5分の3ベクトル B とね、これで終了となります。あのホワイトボードの位置ね、ちょっと頑張って慣れるんで、ちょっと待ってね、あの今みたいなミス減らすように頑張りますんで、いいかな。今回はねこんな感じで両方とも足し算引き算使って計算しましたけど、さっきも言ったように片方が出たら代入でもいいです。これに関してもね全然解けるよって方はそっちで構わないからさ、まあ両方やり方があるんだと思って自分の合う方を選んでもらえたらと思います。では今回は高校数学数 B のベクトルの式の計算丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回がですね、計算これで終了なので、次回ベクトルの平行ですね、あの平行に関する問題を3問取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。